くん TV ご覧の皆様、いらっしゃいませ。伊藤一郎です。今回はまたね、ちょっとギターをね紹介したいというか、ちょっと見てもらいたいギターがあるので、ほんのちょいレアっていうか珍しいかなみたいな感じだと思うんですけど、見てもらえるかな。これスタインバーガーっていうメーカーのギターですね。スタインバーガーって最初に出たのはね、まあ、四角で黒くてっていうのが当時ポピュラーだったモデルなんですけど、それの次に出たやつかな。ちょっとだけ三角形っていうか、僕はイカくんって呼んでるんですけど、これはその四角いスタインバーガーと何が違うかっていうと、ネックは木じゃないので、まあ反らないんですよ。でこのボディの部分がこれに関しては木でできてるので、オール木じゃないモデルよりはほんのちょっとナチュラルかなっていうぐらいなんですけど、当時これを買ったのは今から30年以上前だと思うんですけど、通常メインで使うギター、ライブとかレコーディング、もうサブギターを持ち歩くじゃないですか。エフェクターもあるんで大変じゃないですか。ちっちゃいの欲しいなっていう時にこれがちょっとお安く売ってたんで入手したんですけど、それを未だにこうやってね、興味はあんまりスタインバーガー使ってらっしゃる方だいぶ減ったので、このシェイプで僕が覚えてるのって元冬木さん、 BG4 バンドで音楽ネタをやってた時だったと思うんですよ。まだで当時元さんが言ってたのが、このスタインバーガーみたいなヘッドレスのコンパクトなやつだとバンドでギャグをやって、まあボケとかこけるじゃないですか。その時にあの壊れにくくてチューニングも狂いにくいみたいなことを言ってて、ちゃんとした理由でスタインバーガーをチョイスして使ってたんだみたいなね。これは未だに僕も例えば海外でちょっとライブをやりますみたいな時に、こういうハンディなギターがあるとね、いろいろやっぱり便利なんですよね。ケースが今はボロボロになってしまったので、最初はねエアガンのライフル用のケースみたいのに入れてたんですけど、やっぱちょっと怪しいんですよね。あいう、それちょっと賞味賞味みたいなことが空港で起こる楽器屋さんに、いやもう昔のギターでこういうのなんだけど、なんか入るのあるかなとか言ったら、セミハードケースでこう背負えるようなやつでね、電車とかでも持っていけるようなやつで、ナスカっていうメーカーのやつがあって、それを使ってますね。それは結構ものすごい頑丈でなおかつ軽いので、もしこういうヘッドレスのケースで悩んでらっしゃる方がいたらおすすめです、はい、空港でも捕まんないと思います、それだったら。でこのモデルに関してはネックがやっぱり気圧とか天気であんまり影響を受けないので、まあコンディションが安定していると。でピックアップはまあ EMG って言って、普通のギターのピックアップっていうのはハイインピーダンスって言って、ほんの微力な信号をアンプとかで大きくしてるんですけど、これはもともともうこの中にプリアンプがそれぞれ入ってるので、ケーブルを例えば 20m 伸ばしても大丈夫、大丈夫とは言い切れないけど、すごいノイズとか騒音質劣化がまあ少ないっていう感じですね。結構手荒く扱ってますけど壊れないですもんね、本当にね。で一回もうフレットがすり減っちゃったので仕替えてますけど、その時にネックはカーボンとかグラファイトでこう動かないんですけど、指板だけは木なので、木だとやっぱどうしても部分的に膨らんだりへこんだりっていうのがあるので、そのフレット打ち替えの時にこう R を整えてもらって綺麗に面を出してもらって、でそうするとね何十年も使えるっていう感じなので、ぜひ参考にしてください。ちゃんと出るかな音。ちょうどコイルタップって言ってハンバッカーなんですけど、片側のシングルコイルっぽい音が取り出せるみたいな音で買いましたね。このピックアップも当時ものなんで、もう何十年経ってるんですか。
これは最初売ってる時はこのハムバッカー2つのモデルだったんですけど、リペアショップに泣きついてこの真ん中にシングルが入るようにして、手がね当たっちゃって邪魔だなっていうスイッチとか全部外しちゃいましたね。で 5A のスイッチを無理やり入れてます。こういうアクティブピックアップだと、その EMG とかだと、あアクティブくせえな、あローインピー、あー EMG っぽいなみたいの言われますけど、 EMG もこう今使っても結構いいピックアップだと思いますね。いいピックアップっていうか、その使いやすいと思います。たまに使いますね。こういうノイジーなプレイもクリアに拾ってくる。なんか言い方が真逆で変ですけどね。でライブとかだと、その照明でノイズを拾ってしまったりとかあるんですけど、まあこういうのだと結構大丈夫ですね。結構これ旅先とかにも持ち歩いてたんで、そういう意味でねすごい思い入れのあるもんですね、はい。ちなみにこのスタインバーガーっていうのは、あのフェンダーの創始者のレオ・フェンダーもそうですけど、スタインバーガーさんはおそらくデザイナーか設計師なのかな、だからギター弾かない人なんですよね。だからこういう斬新なねギターができたのかなと思いますね。フェンダーさんもギター弾かないですよね。びっくりですよね。ギターってやっぱ未だにその発展しないままでもいい楽器じゃん。特にエレキギターとかはなんか古いものがそのまま使われたりしてるんで、僕がこの数十年でああこれ新しいなと思ったのは、やっぱこのスタインバーガー、あとオベーションっていうエレアコ、あとは近代だとパーカーだとかタルボっていうのもあったけど、最近は面白いなと思ったのはストランドバーグっていう、やっぱりヘッドレスなんですけど、こういうフレットが斜めになってるやつですね。いやー、いろいろありますな、はい。ということで30年経ってもこうね手入れすれば長年使えるよっていう、今日は僕の愛用してるスタインバーガーを見ていただきました。ありがとうございました。またね。ちゃんとした理由でスタインバーガーをチョイスして使ってたんだみたいなね。そのほらお金があるんで高い楽器買いましたとかじゃないんだとか思って、すごいへえと思ったんですけど。皆さんグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。